立憲民主党辻元清美、批判され逆ギレ、蓮舫で27日に立憲民主党の辻元さんが蓮舫さんに対してお互いにバッシングされることも多くてなどと発言されてしまい批判が殺到し大炎上してしまっておりますこちら辻元さんはさまざまな批判をバッシングと表現されているものと思われますが、まあ、例えば直近ですと蓮舫さんの場合 諏訪記者会見において批判ばかりで政策がなかったため批判がとし大炎上してしまっております、まあ、このような批判に関しては、まあ、正当な批判くらいは、まあ、政治家であれば受け入れていただくようにお願いいたします以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました